すみません。うちに帰る途中に余震があって、塀が倒れてきて。申し訳ないけど、私をうちまで連れてってくれませんか。わかりました。家まで送り届けます。ありがとうございます。家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか。それにその怪我がちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいな。おい、キョコ。あれ、お母さんた怪我しているのかい？家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら、私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。でも怪我してるし。お医者さんに見てもらえばいいのよ。余裕ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの？テリアはお家の中にいなさい。すみません。病院まで連れててくれますか？勝手にすみません。息子夫婦に迷惑もかけたくありませんので。わかりました。病院まで連れて行きます。ありがとうございます。サトシ、キョコさん、それじゃ病院に行ってきますね。はい、よろしくお願いします。崩れてもおかしくないな。この辺りにしまってあったはずなんだが。
前さんは確か。Yeah.